ジャン・スタブリンスキ。ジャン・スタブリンスキは、フランスの名自転車競技、ロードレース選手。石炭の生産地である、ノール県のトゥンサンアマン出身。父親は、炭鉱夫で、ポーランドから移民してきた。本名は、ジャン・スタブレブスキという、14歳の時に、父親が、事故により他界したため、一家を支えるべく、自らが、 単行夫となった。なお、この経験がきっかけとなり、後に自身のかつての職場であったアラン・ベールをパリ・ルーベのコースに組み入れるよう提案。同地は今、地獄のアラン・ベールという異名を取るほどの存在感を示しているが、同地に当人の記念碑が建てられている。16歳の時、ロードレースに初めて参加したことをきっかけとして、 自転車選手としてのキャリアをスタートさせた。なお、ジャン・スタブリンスキという名前は、自転車雑誌記者の動きによって生み出されたものだが、以後、同盟がそのまま使用されることになった。1953年に、プロ転校。主に、ジャック・アンクティルのアシストを務めた。1958年、ブエルター・エスパーニャを、総合優勝。 1962年、世界選手権、プロロードレースを制した。また、1966年に創設された、アムステルゴールドレースの初代優勝者である。1968年シーズンを最後に引退。引退後は6年間ほど、そのロールルジューヌというチームの監督を務め、ルシアン・ファン・インプや無名時代のベルナ・アルイノーラを、指導した。 サイクリングタイム2009年4月11日付記事、ありがとうございます。